を食べて体の中に蓄えて、そのスポーツを生きるというか、生活をしています。今ちょうど羽田線カーペルというか、ガラス面の中にいまして、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、他のペンギンに比べて少し羽根がぼさついているペンギンがいます。はい、結構僕の周りが運動しているペンギン。ただ今、白いペンギンを着たペンギンが真横にいるペンギンです。気持ちいい感じになってるやつ、気持ちいい繋いでる、できますし、みんな上から